ブルゴス大聖堂、または、サントマリアでブルゴス大聖堂は、スペインカスティーリアイレオン州ブルゴス県ブルゴスにある、ゴシック様式のカトリック教会の大聖堂を。聖母マリアに捧げられた、巨大で独自性のある建築物として有名である。大聖堂の建設は、カスティーリアをフェルナンド3世と、イングランド出身のブルゴス司教、マウリシオの命で始まった。建設は、 1221年7月20日、以前のロマネスク様式の大聖堂があった場所で開始し完成に9年を要したアプスの支部部分から着工した。祭壇は最初に1260年に成果された。この祭壇は建設が推薦される前にほぼ200年ほども長く建設が中断されていた。大聖堂の工事は 建物の交差部分上部のランタン戦闘の完成した1567年に完成した。建築家たちは主に13世紀にはフランス人が15世紀にはドイツ人が建設の責務を負った。1417年、ブルゴス司教はコンスタンツ公会議に出席し、 ケルンのヨハンという建設業者を連れ帰り、彼は石造りのトラセリーのある塔を完成させた。歴代ブルゴス司教の中で最も有名なのは15世紀の学者で歴史家であるアルフォンスア・サンクタ・マリアである。1919 19年、大聖堂はエルシッドことロドリーゴ・ディアスでビバールとその妻、ドーニャ・ヒメーナの墓所となった。 1984年10月31日、ユネスコにより世界遺産に登録された。15世紀に作られたフランス風ゴシック様式建築の西正面は、六角形の戦闘を持つ塔が側に立つ。三つの木座橋のあるファサードは、戦闘アーチ型をした三つの入り口がある。入り口には小戦闘場の欄干で取り囲まれた、ほを繊細に差し通されたバラ窓がある。 開催上部は二つの戦闘アーチ型二重アーチのある窓と中脚状の像、石に掘られたマーク入りの欄干がある。像の中心には聖母マリア像がある。塔の欄干とバルコニーは銘が掘られている。四つの角を六角形の小戦闘で針やミレースのように彩っている。十字架上の平面図には本堂と外観の眺めでは広い炎がほぼ隠されている。 15の礼拝堂が側廊から加えられ、北西にある美しい14世紀の回廊と南西の大使協定により、交差廊と回廊が加わった。西側ファサードの3つの中央古行場は、2つの優雅な塔がそびえ立ち、小銭塔をいただく。祭壇の多くと、礼拝堂及び像は大聖堂内にあり、芸術的、歴史的意味を帯びている。 北高砂楼の入り口は、十二使徒像の並ぶ、ポルタダデラ・コロネリアの名前で知られる。頭上に、銭湯アーチ型窓と二つの小銭湯をいただく、入り口がある。南側入り口で、ポルタダが書き物机に向かう、福音伝道者を、具体的に描いている。壮麗なる角形の礼拝堂は、フランボワイアンゴシック様式である。騎士、天使、紋章といった装飾が並ぶ。 トラセリーで彩られる。この礼拝堂は、カスティーリアの城代であったペドロ・フェルナンデス3世、でバラスコとその家族の墓所として建てられたものである。この世界遺産は、世界遺産登録基準のうち、以下の条件を満たし、登録された。ありがとうございます。